カタルーニャ民主集中はかつて存在したスペインカタルーニャ州の政党。1974年ジョルディップジョルが中心となって創設されカタルーニャ独立主義と自由主義を掲げていた。CDC は1980年から2015年の間、キリスト教民主主義政党のカタルーニャ民主連合と政党連合集中と統一を結成していた。両党は この35年もの間中の名ですべての選挙を戦い、中はカタルーニャでは第一政治勢力となり20年以上もの間カタルーニャ自治政府を動かしてきた。2015年この2党の間で考え方の違いによる分裂の動きが表面化、最終的に政党連合は解体した。このことはそれぞれの党のアイデンティティの回復を意味した。その後、 2016年7月10日に新たに設立されたカタルーニャ民主党、後のカタルーニャヨーロッパ民主党へと、党機能が移行され、現在は、法人格こ所有しているものの、事実上解散状態にある。CDC は、アラゴン州の東部、カタルーニャ州との境界地帯に南北に広がる、細長い帯状地帯のフランハでアラゴン地域には、フランハ民主集中。 カタルーニャ州のバルダラン地域にはアラン民主集中、そしてフランス内の北カタルーニャ、ルサリョー地域では2006年にカタルーニャブロックが転換した CDC の自治連合組織などの支部、連合組織を持つ。CDC は1980年の衆議会選挙から2015年の自治体選挙までの間、カタルーニャ民主連合と結成した民族主義政党連合集中と統一で選挙に、 参加してきた。中は、カタルーニャ社会主義者党、カタルーニャ共和主義左翼、カタルーニャ緑のためのイニシアティブの左派三党による連合に数で下回り、過半数の議席を維持できなかった2003年までは、自治州政府与党として、カタルーニャを動かしてきた。2010年の衆議会選挙では過半数を確保、できなかったものの、 第2党を大きく上回る議席を獲得、勝利し、党代表のアルトゥールマスが、自治州政府主犯に選出された。CDC は、社会労働党政権時代、国民党政権時代にはそれぞれ国会第一党を、助け、政権成立に協力し、単なるカタルーニャ主義者としての影響力を超え、スペイン全体に、その存在感を示していた。 フェリーペ・ゴンサーレスソ政権と共に、自治州により構成される、スペイン国家の発展に力を尽くし、自治州の財政基盤の確立にも着手した。また、ホセ・マリア・アスナール政権の予算の自由化と、コントロールの強化についての協力は、特に際立っており、そのことにより、ユーロ導入の第一段階において、スペインの加入を可能とした。中 PP 間で締結されたマジェスティック協定に、 基づき、蘇政権時代に始められた、自治財政の拡大、徴兵制の廃止、権限以上などが進められた。2003年のジョルディ・プジョルの州首相からの退任により、党のリーダーシップは、プジョルの右腕であった、アルトゥール・マスの手に移っていった。そして連合体である中の衆議選における候補者、名簿筆頭の地位も、自動的にマスのものとなっていった。 9年後の2012年3月24日にレウスで開催された CDC 第16回党大会においてジョルディ・プジョルの息子のウリオル・プジョルが党幹事長に指名され前任のマスは党代表の職責を引き継いだそしてジョルディ・プジョルには党代表創設者の称号が贈られたそしてこの党大会において党の指導者たちは CDC の中期目標は固有の国家 還元すれば、カタルーニャの独立であることを明確な形で宣言した。2012年 CDC は、バルセロナのコルサガ通りにある、党本部が、パラウ事件として知られる汚職スキャンダルが原因で、捜査を受けた。2015年の総選挙に対しては、民主主義と自由という名称の選挙連合に参加して、望んでいる。ありがとうございます。